どうも、サマダイです。本日やっていくゲームはこちら、ロブロックス。ちょっとですね、この年末年始、甥っ子から勧められてやったこのゲームだったんですけど、まだよくわかっていないんですが、自分のキャラクターを使って、このロブロックス内にあるいろんなタイプのゲームを遊べるっていう、そんなゲームらしいんですよ。これはちょっとね、これから遊んでいけるんじゃないかなと思い、プレイしてみたところめちゃめちゃ面白いやつを見つけたんでね、今日はそのご紹介と、もしよければ皆様もね、このロブロックス、私の動画を見ていただき、やろうと思っていただけた方はですね、ぜひフレンド申請していただければ嬉しいなと思っております。そして今日やっていくタイプのゲームは、ステージを一個一個クリアして、てっぺんを目指すという、単純でもある難しいゲーム。私の後ろに広がっているカラフルなやつが、実はすでに、クリアしてきたコースの数々になってるんですけど、これを一個一個超えて、最終的に、このようなね、頂上にたどり着くことができるようになっております。もうたどり着いてしまったんだけども、これってクリアしても報酬ってやつを見ると、この1プレステージとか2プレステージっていうのは書いてあるんですが、これがなんと何周するかで、さらにね、いろんな報酬がもらえるっていう仕組みらしいんですよ。まあ本当はですね、完全にオフで、このゲームクリアしたんで、面白さをまだ理解しなかったから動画化するつもりはなく、クリアしてしまったんですけども、めちゃめちゃ面白いということでね、もう一周ちょっとね行ってみて、この、難関と言われる、山越えていきたいと思います。おそらくね、難関と言われていると思う。だって、超難しかった。これだね、プレステージ1。ちょっとね、気が引ける部分もありますが、まあ行ってみましょう。とりあえずね、来ましたね。戻ってきてしまった。これがスタート地点だった。懐かしい、懐かしい。そう。ではね、早速やっていくわけなんですけども、まあこういったところをね、うまく越えていって、頂上を、目指していくというタイプのゲームになっております。そう。今、チェックポイントっていうのがついたんですけど、今のやつを、クリアしていただくと、さらにね、先へ進むことができるようになっています。そう、こんな感じ。どう？めっちゃ、やべ。そう、特にね、何回やられても大丈夫っていうやつにはなってるんですけど、いや、マジでね、とても難しいと思われる。よし、行ってみよう。さ、このまま先へ進んでいく。こういう玉とかもね、普通に、思った以上には、進むことができるようになってんだよね。そう。で、これが問題。よくわからん。これがね、これよくわかんないんだけど、まあ、当たりの方を選べばいいんだけど、外れを選ぶとまた最初からになっちゃうんだよ。わかんないんだよな、これがいまいち。そう。何かを、イメージしてんだろうな。わかんねえ。あとは、こういう当たっちゃいけないバーとかさ、当たっちゃいけない床とかもあるから、そういうのに触れず、あ、これもそう。この緑のやつも当たっちゃいけないんだけど、そういうのを越えていきながら、お、危ない。先をね、目指していきます。そう。今これね、BGM を完全に切っているような状態なんですけど、あのね、おしゃれな BGM がかかってる。うん。一応ね、その、著作権対策的なところで、できない部分があるんだけどさ。そう。著作権対策で、ちょっとね、音楽的なものはできない部分がああるんですけども。まあね、楽しんでいただけると思いますんで、こんな感じでね、やっております。おい、いったいった、こっちやってた、大丈夫よ。さあ、あとはね、スピード勝負。そう。何がね、私をこんなに駆り立てるかと言いますと、右に見える、このステージ数ってやつがあるじゃないですか。これがですね、私が今、これ15って書いてあって、プレステージが1、1回クリアして、今15番目のステージにいるっていうことなんですよ。さっき多分600何歩で、てっぺんだったんで、そこまで行くと、まあ、このね、みんなの中の一番上に躍り出ることができるわけなんですよ。なんか、やりたくなんない？そういうの。ランキング形式。どうだろう？私はね、結構、ランキング形式に弱いというか、突っ込んできたくなるんですよね。さあ、それが、やばい。実況者魂というも、いやー！いうものなんでしょうか。
さあね、こんなところで落ちてはられない。そう、この先がめちゃめちゃ難しい部分があれあるからね。そう、そんで3回やられてしまうとこういうね、あの資金が足りませんっていうことで、なんかね、スキップステージ、お金で買ってこのステージをスキップすることができるみたいなやつがね出てきてしまうんですよ。だからなるべくその広告的なやつを表示させないためにもやられずにね、このんこれどっちだ、こっちか、あ、いいんだな、こっちだ、これに当たっちゃダメなのか。そう、やられず、いや、やられずに、このステージを、どんどんね攻略して行かなきゃなんない。さあ行くぞ、以上ジャンプ、オッケー、行った。さあ完璧です完璧じゃない、難しいね。いいね。そう、これね、基本的にはキーボード操作で今やってるんだけど、どうなんだろう、キーボード以外もできんのかな。でもね、キーボードでやってるとおそらくあの他のゲームにも活かせるだろうなという気持ちもあったんで、これはねもうキーボードで私、全力疾走、全力でこの山をね、駆け抜けていきたいと思います。さあどうなんだ、クレイジーホッパー、このクレイジーホッパーって、あー、このクレイジーホッパーってやつもおお、報酬でつくやつなんですよ。そう、このプレイステージをねどん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 クリアして、いやーマジか、どんどんクリアしていくことで、そういうね、なんかいろいろその異名みたいなやつもつけられるからさ、まあ今つけられるかな、プレイステージ自体から。多分これ、移行のこれが多分装備できるね。1回プレイステージやったからこれが装備できる。最終的には8プレイステージでダイヤモンドの、移行ってやつにできるわ、かっこいいそして、あ、何これ、これ見てなかったな。あとタイトル、タイトルはこれか、あ、タイトル違うな、タイトルが移行のにあってて、トレイルってやつは変わんないのか。なんか王冠が後ろから出てくるみたいな感じになってて、これがわかんないね。マウス装備してみよう。さあ何が出てくるんか、マウス、あ、上についたわ上になんかマウスついたわ。かわいいじゃねえか。さあちょっとね気が散る可能性もあるとは思うけども、まあこのままいってみましょう。そう、あ、全てを装備した状態で先へ行く。どんどんね、このように進んでいくわけなんだけどさ、これ、一緒のところをプレイしていると、他の人たちもね、その場所に行くと会えるんですよ。今は私ど何位だっけ、26だから、この38まで行くとおそらく誰かいるはず。ちょっとねそれを目指していってみよう。38の部分まで行くと誰かしらいるはずだから、そこまで全力全身でね、やっていこうと思います。さあ1回クリアしている私、ここはねそんなね詰まってられません。そうもうやり方もね、結構一周しちゃえば熟知できているようなもんだからさ。そうあと10、わー、追いついていくぞ。この追いついていく感じがたまらねえというところ。さあネズミさんとマウスと一緒に進んでいくこのステージ、31ステージ、まだまだね、時間がかかります。おお、危ない。そう、こういうねトラップもある目の前は崖というね、そういうトラップもあるんで気をつけていかなければなりません。さあ行ってみよう、ジャンプジャンプ、このカラフルのエリア。そう、最初はね目が戸惑いました。あー、危ない最初はね目がチカチカして戸惑う部分もありましたが、だんだんね慣れてくる。あとはこのバックコーラス、そう、先ほど言っていたね、著作権のために使用できない音楽がね本当に、やる気を引き立てるんで、ぜひねこれを味わっていただきたい皆様にも。あで、もしね、このロブロックス、もし仲間が増えてきたならば、何かしらねイベントもやってみたいなという気持ちもあります。そう、なんかねみんなで、一つの何かをクリアするみたいなのもねあるらしいのよ。そう、ちょっとそれもね気になってます、私。あ、待って、そんなこと言ってる間にほら目の前にいるじゃない、目の前にいるじゃない、ほらいたいた到着。さあ君に私はね会いに来た私は君に会いに来た。さあじゃあこの人とね一緒に進めてみるか。おや、オッケー、行った。さあ、ま、あー、やべ、置いてかれたやべ、置いてかれちゃった。あ、でも待っててくれてる、なんかあの子、あ、待っててくれてない全然そういうタイプじゃないわ。オッケー、行った。さあ来ました。ではここまで来たんでね、先ほどの子にちょっとね挨拶してこよっかな。何か挨拶ができたりすんのかなこれどうなんだろう。あ、いるぞ、よー、よろしくあ、全然ガン無視だわ全然ガン無視されてしまった。そう、結構ねやっぱり難しいんですよこのゲーム。そう、
まだね、コントローラーとかでできてればいいんだけどさ、このマウスと、スペースでジャンプとかっていう感じで、どんどん上を目指していかなきゃなんないから、結構ね、こういう簡単そうに見えるとこでも詰まってしまう場合があります。抜いた、よしあー落ちたこのね、どんどん、皆様をね、突破していくという、このなんだろうな、どうしてもあるじゃん、競争心ってそうそれをね、解消していく、くるという、ああそういう気持ちにね、ぶち刺さってくる、ゲームになっておりますなんかね、こういうランキング形式燃えちゃうんだよなっていう方、ぜひやってみてください。多分ね、燃えると思う。私も燃えるもんまあそんな感じでね、ちょっと上を進んでみようかな。オッケー、いった、危ねえ。さあここも大丈夫、突破していく。あー、オッケー、いいよいいよ。さあでも、あー油断ができないんです。そう、いや結構ね、シビアな部分があって、若干触れてもアウトな部分っていうのはあるんですよ。ただし、こういう球体、これは結構端っこの方を登っても全然ね、先へ進むことができるから。おお、これも登れんのなんか今矢印みたいな、あーこうやってね、なんか、あー床が消えてくタイプのやつとかもあるから、本当にね、スピード勝負の部分もあるし、なんだろうな、その神経を尖らせないとできないようなね、すごい集中しないといけないような、突破できないようなコースとかもあったりするんですよ。そう、あとはこれ、あぶね、今ね、真ん中になんか柱があったけど、あれも触っちゃダメなやつだな、おそらく。そう、これがダメ、あれがダメとかっていう表示がないからさ、実際本当に触っちゃダメなのかどうかっていうのは、触ってみないとわからない部分があるんだけど、これなんかあんのかな、わかり方どうすればね、そういうのがわかるようになるとかあるんかな、大体感がこれって。もしね、わかる方いたらぜひ、コメント欄等で教えていただけると、嬉しいなと思っております。危ねえ、あ、危ないあ、超楽しい超絶楽しいんだよな、このゲーム。そう、ほいじゃ、いった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 、このまま行ってみて。さあどうだどうだ、チューチュー、君と一緒に進めるこの未来、円を描くようにいいんや、おい。さあ、もう来んな、お前来んな、スキップはせん、私はそんな課金して先に進むというか、そんなしない危ない危ない、マジ怖え。さあどうだどうだ、いけるいける、ジャンプ。さあこのまま先へどん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 進んでいく。よし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 、さすが一度クリアしただけのことはある。そう、一度クリアすればこのステージ、二度目は楽になるはずだ。そう信じて私は行く。さあどうでしょう、この円柱にもジャンプして、ジャンプしていく。さあオッケーオッケー、いいよいいよ。さあこの球体ゾーン入ってきた、球体ゾーン入ってきた、これはジャンプ完全に超えていける。よし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 、悪くない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 、ジャンプ、よしいいね。よーし、いい感じで進んでいる。さあこれがね、たまにある螺旋階なんだけどさ、めっちゃカラフルじゃない。これでね、さらに上の世界に行くことができるようになっている。うわー、すごいすごい、圧巻圧巻すぎる、すごいよな、めっちゃカラフル。いや出たー、これがね、マジで難しいの。このね、なんかね、勝手に滑っちゃう床みたいなやつがあるんだけど、これ、あー難しい、これがね本当に難しくて、結構ね、シビアなんよな。よし、このタイミング、うわー、これで当たっちゃうんだもんな。でも、頑張っていく、頑張っていく。あー結構これ系で積んでる人が多いかな。でも大丈夫そうだ。さあ、ここも滑る床なんだけど、これね、滑ってる最中は普通に滑るんだけど、ジャンプするとそのまま勢いが止まっちゃうからさ、それが結構難しいよな。うお、めっちゃカラフル。さあ、登っていく。ここもどんどん登って。いや、だんだんね、だんだん登ってきた感じがあるね、これ。どんどん下にさ、ステージが広がっているから。
いやー、達成感が半端じゃないここまでの達成感が半端じゃないな。よし、じゃあね、このままさらに進めていきます。現在239ステージ、ここまで来てもまだね半分じゃないというとこなんですけど、すでにね、撮影時間は1時間を経過しようというところなかなかでしょ。結構ねこれ最後まで登りきるっていうのまあまあ難しかったりはするんだけど、そうでもねやってると時間忘れちゃうよね、面白くて。そうマジでおすすめ。ああ、さあ来ました。ここがめちゃめちゃ難しいエリアになってるんだけど、ギリギリまで攻めないと越えらんないんだよね、この床。そうそうそう、いやすっごい苦労した記憶がある。ここだけ苦労する感じになってるんだけど、いやー厳しい厳しいけどもう、ああ厳しいなマジでオッケー。さあここをね全力、いやマジで頑張る。よしよいしょよいしょよいしょ、いった、あいってない、よしよいしょよいしょよいしょ、いった、よっしゃ来た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 。あー難しかった。そうあんなコースもあるんよねあとはねそこまで難しいっていうのはあるんだけどあるんだけどさ、でもあそこが一番難しかった気がする。そう一周目やった時。さあじゃあねこのまま進んでいきますけども、後ろからねちょっとフレンドが迫ってきてるんよね。うん、いやフレンド申請を、なぜかされたんで、だからとりあえずね許可したんだけどとりあえず許可したんだけどさ、誰だかよく分かってないんだよね。よっしゃライバル出現またライバルが出現した。よしよし、ここはちょっと超えさせていただきましょう。さあどうだ、来れるんか彼彼は詰まっているようだ。さあここは先に行かせていただこうか。どうだ、あどうだ、頑張れ頑張れ、いける、よーしナイス。さあじゃあね、我々の力で先まで進んでいこうぜ。よっしゃジャンプ、あー危ねー、危なかった危なかった。さあもっぺん行ってみる、あー落ちたな今、大丈夫か大丈夫か、落ちてしまった。さあすまないな、ここはじゃあ先に行かせていただきましょう。よしジャンプジャンプ、問題なしの、いやーやべ、また抜かされてる、また抜かされてるから、これはマジで気合で負けられない戦いがここにある。絶対にあの緑の人だけは抜きたいな。さあこの勝負、さあどうなるかわからん。うん、どういうことだ、あこういうことか、いいのかいいのか、分かった分かった、緑のとこだった、そうだったそうだった、いけるいける。さあもうちょっと、ここは安全に行かせていただこう。そういきなり出現するタイプ、これで完全開きは来たんじゃないか。どうだ、さあ後ろを振り向いてる余裕は私には全然ない。このカラフルな襟を楽しむことなく、私はねどんどん進むぞさあ行きましょう、回転地獄。さあここまで来れば彼はちょっと見えなくなるはず。よーし、だいぶさあ開いたなやべー、またやばいとこ来てしまったんだけど、そうだそうだ、ここでもね結構詰まった記憶があるっていうところに来ています。いやマジで、はあ、そう私以外にもね今ここのステージで詰まっている方がいらっしゃるんだけどさ、ここが結構ね鬼畜ゾーンではあったような気がする。はあ、分かった分かった、これはさスピード勝負できれば多分、よしこうやって行ってみて、ここだ、ここ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 で、ちょっとちょっと待って、ちょっと待てよ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 、危ない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 よ危ないよ、よし待て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 、ここでよいしょ、行った行った行った、あー怖かった難しかった。さあいえそんな、あでもねここはそんな難しい記憶はなかったな、確かね、結構棒にこれは左から行って右に曲がりつつ、緑の棒がこの状態になった時に、突っ込んでいければ OK いったっていう感じでしょ。よっしゃ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 はあ上り階段頑張ります。よしとりあえず一番前の人は、今現在の一番前の人は捉えたな。あの人を超えたらナンバーワンにはなれるけど、同じとこに並んだ。さあどうだ、さあこっからさらにあの人めがけてやってく、ん、あ来た来た来た、後ろに来た。よっしゃー、ここはじゃあ先に行かせていただきましょう。さあどうだろうか、あの人を超えてこの先に行くことはできるのか否か、そこまでね難しいようなとこではなかったら大丈夫だ。おーし、行った、
た。さあそんな感じやってきました。これで600ステージになりました。よっしゃ、こっからね、攻めていこうかな。最後までね、あと50ステージぐらいとなっております。これはもうね、もう少しだということで全力でこっから進めていく。さあどうだ、途中ね休憩も取りました。いやー、連続でやろうとするとね、本当に、数時間かかってしまうこのゲームなんで、もしやる際にはですね、休憩を入れつつやってみてください。もう頂上を目指すっていうねことだけなのですが、それでもねむずいですそれでもね途中途中詰まる部分はあるんですけど、それでもね達成感が半端じゃないですね、やっぱこのロブロックスで。今はこういう、登るだけのゲームをやっているんですけど、これだけじゃなくね、本当になんか鬼ごっこみたいなゲームだったりとか、あとなんだろう、建物でなんか遊んだりするゲームとかね、本当にいろんな種類あるんですよ。そうでも、こういう系がやりたい、私みたいなタイプこういうアクションゲーム的なやつがねやりたい私みたいなタイプの方は、これ系のやつ他にもね多数ございます。アバター作るもね、初回は無料っていうか、最初ね、自分で決めることなく勝手に生成されるんだよね。それが無料で手に入るんですけども、プラスアルファ、料金体系がよくわかんないんだけども、それでねアバターを手に入れることも、できるんで、マジで楽しめると思う。そのアバターを作ったりっていうのもできるっぽいんだよね。そう、結構ね無限大、無限の可能性を感じたそれで調べてみたらね、結構これをやられてる方もいらっしゃるみたいで、楽しめると思う。お子さんから大人まで、一緒になって楽しめるゲームでもあるからね、ぜひ、この冬、どんなゲーム、今年はどんなゲームやろうかなって思っている皆様、このロブロックス、視野に入れてみてはいかがでしょうか。お子さんと遊べたりするんでね、本当に親子でやってみるっていうのめちゃめちゃありだと思います。楽しいもんだってこれをやってるだけでも楽しいしさ、結構ね、お子様の、ゲーム実況者様、そうまだね年齢の若い実況者様も結構ね、Oh my god、このロブロックスやられてる方もね結構いらっしゃるみたいなんですよ。よっしゃ、 OK。 そう、視点を変えるのも大事だなこれ。よし、いった。さあ視点を変えつつさらに行く。ピンクピンク危ない。さあ大丈夫でしょうか。OK。 そう本当にさ、ワンステージワンステージ、簡単にはできてるけど、比較的簡単ではあるんだけど、一個一個が違うからさ、面白い飽きずにできるっていうのかな、だから、よし、できた。さあここまで来てさらに登っていく。パーセンテージ的には 98%。 ここまで来ればもうちょいだぞ、確かね 100% にはなんなかったはずなのよ。ここで何パーセントいくんでしょうか。 98% 超えている。今現在 94%、 一ステージだいたい 0.2% ぐらいか、上昇する感じと言っていいんじゃないでしょうか。あぶね、あ来た、ここで来るか。こういうタイプ滑ってますね、今何も押さなくても滑るタイプのコース来ちゃった。さあでもここはね、一番最後のこれ系はねそこまで難しくなかった。そう、これは流れに身を任せる、勝手に流れちゃうよねこれ。でもここはね、そう、何にもせずともいけるはず。よし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 、危ね危ねいけるはず。あとは簡単な感じか。まだいける。ん、難しくねこれ。あー、ワンモアチャンス、ワンモアタイム。ここか。あ、いったいった、危ね危ね、ここに乗るのは厳しくなやばい、ここに来てそんなやられると思ってなかったな。よし、ジャンプ。さあピンクに乗り移って、ここだよな問題は。ここなんだけど、これは一発目いける、ギリギリまで行ってジャンプ。よし、行った。さあでもここも油断できない、できない。よし、行った。はあ、これどっちだ、下でいいんだな。よし下か上か分かんなくなるんだ、これ上行ったら多分ね当たるわ。よし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 、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。あ、気をつけて、気をつけていかなきゃ。当たったら、そう、当たり判定結構ね、大きいゲームになってるから結構余裕を取っていけば OK ということでね、こういうところは結構余裕だったりする。そう、意外にこういうね角張ったところだといけちゃうんですよね結構。そう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 、こんな感じ。あ下が見えないのがねマジ怖い。下が下
下が見えないのがマジ怖いんだけども、よし行った、あぶねえ危ない危ない、 99% じゃん今思ったけど、 99% いったぞ。622ステージ。さてあれ、お、いや挟まった挟まった挟まった。でポンデリングの長ひょろいバージョンみたいなとこまで来ました。このポンデリング越えていって、カラフルなポンデリング越えたらシューティングさ、さあシューティングさ、ゆってて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 99.8% っていう風に合ってるんだけど、626ステージは合ってるんですけど、てっぺんまで到着することができました。ここまで来るとですね、さらにいろんなことができるようになってまして、いやこれでさ、またプレステージ2とかいけないよな、まあいいやそれは。でこういうなんかね、パーティーユアーセーフっていうところに入るとなんかね色がついたりとか、ほらすごくない？色がつくんですよ。ほら。自由、片方だけ入ると顔だけ入っちゃったりとかさ、腕だけ入っちゃったりとか、ほらいろいろできんのこれ、すごくないすごくない、やばい人だもん左手どうしたんですかって感じでね、そう、まあとりあえず白になってって、こういうね、公園で遊んだりもできるし、あとこれなんだろうな、こういうのちょっと見てなかったけども、これはちょっとわからんね、なんかあるんでしょうか、まあいいや、とりあえず公園があったり、あとはこれトランポリンだね、トランポリンがあって、そこの上で遊ぶことができるわけではないと、穴が開くタイプか、なるほどね全然想像したものと違ったわ、噛んだわ、こっちだ、こっちにトランポリンあるわ、これここになんかトランポリンあってさ、タイミング合わせてジャンプすると、タイミング合わせてジャンプするとなんかね上に行くことができます。そうだからといってこの 99.8% が埋まるわけではないよな、おそらく、こっから見える景色っていうのが一番最上階の景色にはなると思うんだけど、違かったらごめん違かったらごめん、そしてこれがね今まで見てきた私のステージだよ、これを全部、駆け上がることを数時間何時間経ったかな、途中休憩入れたからね時間的にはもう分かんなくなったんだけど、おそらくね2時間は経ってる、2時間は余裕で経ってるこのエリアあとはねこういう観覧車があって、それに乗ったりもできるんだけど、さらにね面白いのがこっからブルーグリーンとかなんかいろいろあるんだけどさ、これが別なステージへの入り口なんですよ、同じような多分コースだと思うんだけど、何箇所か入ったんだけどさ、やっぱり同じような感じなんだよね、どんどん駆け上がってくるタイプ、いやこういう系好きだからさ、ちょっと、やっていきたいなという気持ちがあります。あー挑戦者求むという感じで本日はロブロックス終わっていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。これからもですね、ちょこちょこと、このロブロックスやっていきたいなと思います。もしね、見ていただける方コメントをいただけて、もしできるならばね、みんなで集まってなんかやったりもしたいなって思うところもありますんで、よければコメント、そして高評価、さらに、チャンネル登録、していただけるととても嬉しいなと思っております。いろんなゲームをやる、動画投稿者、配信者、そして攻略者を目指しております。これからもぜひぜひサムライゲームズよろしくね。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。しかも誰か来た、やったーやったー、俺たちはね登山したぞ登頂することができたぞ。さあ待って待って、俺も一緒に行きたいな、あ俺も一緒に、あー仲良し知らない人と仲良くなれた、これはね、こういう楽しみもあります。友達とやればね、これを2人で、3人で4人で共有できたりするのでおすすめです。ありがとう、ではまた。